パンツはこれで、はい、まあ、もうほぼほぼね、炭水化物は事前に指示をね、いろいろさせていただいてたっていうのもあるので、うん、まあ、太めがいいだとか、裾幅これぐらいだとか、で、股上がとかって言ってたから。あ、いいね。OK。Ora abbottoniamo。で、今からボタンを閉じますと。はい。Quindi...mettiamo la spina. Esatto. Sì. Già そこの位置にピンを打ってください。真剣ですね、そのさ。Io ora con il doppio petto farò sempre così, ti metto il punto dove. Ah, sì, meglio, meglio. È molto molto complicato fare doppio petto. Esatto. Ugo, io che ricordo l'altra volta. Chi torna a dire niente? No. Non è vero, no. Ugo, io non lo やりたいなと思ったんだけど、やっぱカジさんがさ、例えば聞き取れなくて間違えてさ、はい、2を5とかさっき 20.5、21.5 って言いました。プラス 1.5 じゃん。全然違いますからね。これ結構大変なことですよ、ね。今ね、ここを要はチョークで、はい、ここの何重なってる部分っていうのは、ここ、はい、この、ね、あたりを本当にチョークで触られる人生で一回あるかないかなんで、せっかくなんで、せっかくなんで、はい、頑張ります。Tu mo fai? Ma non hai capito? Però vedi. Ok, va bene, non ti preoccupare. 早口。俺のチョーク貸しましょうか。入ってもうそれどころそれどころじゃない。今ベーネン動かない。あ、今今じゃあ福島さん鏡見ていただいて、はい、ボタンの、閉じているボタン、今ピン打ってるボタンの位置、はい、そこのポジションがお好きですか、それとももう少し低めだったり高めが良かったりとかっていうのはありますか。個人的には、はい、これ下掛けのね、下掛け4つボタンだから、ね、はい、ここをかけるってなると思うんで、はい、これ竹ってここからいきますもんね、はい、もうちょい、ね、そうです ね今確か指定されてましたよね、71.5 うん、かな、これ今 1.5 で上がってきてるのか、そうですね、71.5 で上がってるやつです。なるほど、はい、もうちょっと削ってもいいかな。Se la accorciamo, sì, non la passiamo la bottonatura. Ah, もし0.5 センチ短くするんだったら、彼女的には今のポジションだよね。僕もそう思います。なんかいつもの四つボタンというかこの辺だと思いますんで、これちょっとだけ削る感じがいいかも。はい。はい。Sì, allora facciamo così la posizione della bottonatura. Ok. Lasciamo così. うん。肩幅はいかがですか。ちょっとあれかな、でかいんかな。いいですよ、触っていいよ。ね、そうですね。ちょっとスペシャルメンテラールが浮いて、はい、この部分アデルス。こっち見た方がいいか。この分削りたいかもっていう。はい。Vuoi vedere da dietro? Davanti? Esatto. Da dietro? Certo, certo. 1cm 1cm ですかね、うん、今のこの感じだとって言ってます。はい、すごいね、結構細かいところまで見えるんですね。あと出来上がるまでに 1cm 太くするっていう手もあるけどね。肩逆に言っちゃう、うん、セイリチャですそういう、そういうギャグとかもいらないらしい。福島さんちょっとこっち背中に言われましたね、僕らの癖強体型が、癖強体型ここで出ましたね。Esattamente dove scusa mi。骨出てんすよ。Dove sporge。これこれですか。そうそうそう。え。そうですね。この骨、天使の翼が入っているところ。はい、そこをそういうように。この肩甲骨のところを基準にちょっと詰めるわけですね、肩を。僕だから出てるから骨が、うんうん、生地今見えてないけど僕も寄ってあれでしょ。ちょっとシワ出てる。そうですね。浮いてるでしょ。ますね。でもこれを遠隔でやって直せるって相当やっぱり匠の技ですよね。もうだからやっぱりいろんな体型の人見てきてるからこそじゃないですか。ベントの深さはこれ深くない結構。そんなことない。アスペッタ。深いですよね。
2.5 センチぐらい閉じちゃってもいいんじゃないかって、うん、削りますしね、こう5を短くするから、はい、ドゥエメッソクリスティーナ、オッケー、こっちもですか、うんうん、そうですね。ウエストはいかがです、ゆるさ、きつさ。いや、今本当にジャストぐらいだと思います。ゆるくもなくで、シャツ、ちなみに今着てるシャツの袖丈っていつもぐらいの袖丈ですか、うん、いつもぐらいの袖丈です。ポルターコジースペース一番ジャストぐらいを着てきました。ガジ、はい、イビアシェルスワネッロ、指輪ちょうだいって、どれどれ、こっち写して、こわれどれ、questo esatto quello d'oro、 あの金色のやつ、どれ、あー esatto si、 作っとくっつって、ティレガティレガレラ、作っとくよって、同じの作っとくよ。最後にじゃあなんかもう仕上げですか、これで終了ということですか、ね、次は直接やってね。Alla prossima vogliamo controllare la misura fisicamente. La cosa, spero che la prossima. 次はね。よし。ですね。これを届けに行く。Alla prossima ti regalerò questo anello。届けに行くんだね。あ, ありがとうって言っちゃったけど大丈夫ですか、グラッツ、なんかもう成立しちゃったんですけど大丈夫ですか、ね、写真を撮りたいぞ、さあ、okay. インイタリアのティアーモ、あーティアーモ、あティアーモ福島、オッケー、ティアーモ福島、スタートスタート、笑ってる盛り上がっちゃってやっぱ通じるんですな、これは良かったですね、コメディアンとして世界についてアモ福島言ってました、ね、以上でございます、はい、はい、ありがとうございました、Thank you、 Thank you、 ありがとう、グラチェ、グラチェ、というわけで、はい、はい、カイさんお疲れ様でした、はい、大丈夫、あ、そこまだ回ってんの、回ってますびしょびしょ、汗びしょびしょの逆にしようかな、はい、いやいや、まあね、この回線の不安定な中、カリさん、開始前に何分で終わるって言ってました、うん、10分ぐらいで、はい、何分かかりました、今、1時間15分ぐらいですね、はい、お疲れ様です、お疲れ様でした、長瀬さん、はい、お疲れ様でした、ね、やっぱりでも、すごい途中でほらちょっと気合入ってるなって言ってたじゃないですか、うんうんうん、まあ、それもありつったのかも本当に知れないんですけど、うん、本当回線がね、リアルに途中でこう途切れ途切れになっちゃったりとか、回線の壁、言葉の壁、ね、いろいろ大変でしたけど、言葉の壁もね、変な話、こう何それ、なんとかね、ジェスチャーでねそうそう、いやもう福島、はっはめちゃウケてましたねコメディアン、コメディアンとして、いやまあちょっとどうなるか楽しみですけれどもね、はい、仕上がりの方出来上がったらまたご連絡いただきたいと思います、いやめっちゃ楽しみです、本当に、うん、超楽しみ、じゃあどのくらいでできるってんですか、ここから1ヶ月ぐらいですか、そうですね、ただ夏物なのでなるべく速攻で、そうですね、夏、はい、始めちゃいますからね、はい、いや超楽しみです、本当に手なのに早くと、出来上がったらまた改めてお披露目いただきたいと思います。ぜひしますね、これは、はい。この記事やっぱいいっす、良かったっすね。茶色持ってないから。ってるっちはい、というわけで、ラルクオーレの、リモートビスポーク、フィロロフさんからお伝えしました。ありがとうございました。チャオチャオ